みなさん、こんにちは。芝浦保育園です。芝浦保育園はどんな保育園ですか？たくさんの先輩と同期がたくさんいる心温まる保育園です。わからないことがあるとたくさんの先生が教えてくださいます。先生が長く働くことができたポイントを教えてください。私は赤ちゃんクラスの頃から見てたお子様たちが日々だんだん成長していくことを間近で見れることが長く働くことができた魅力だと思います。この芝浦保育園での思い出のエピソードはありますか？私は昨年担任だった子どもたちが廊下で会った時に先生大好きだよと声をかけてくれることが嬉しいエピソードです。先生は何かありますか？私は年長クラスを持った時に保護者様から最後が先生でよかったって言ってくれたことです。皆さん芝浦保育園で待ってます。